レインボーダイヤモンドの魔法戦士なんですが、はい、目元はキラキラと輝くねラメアイシャドウを使っていると思います。はい、でオーロラ系の色か、うん、シルバーホワイトみたいな感じのキラキラを使っているんだと思うんだけど、うん、パープル系かピンクのラメも混ざってると思います。はい、ゆりあちゃんのメイク動画はコメントでしてくださいっていうね意見がたくさんあって、はい、ようやくすることができました。イエーイ！アイシャドウを塗る範囲は、うん、みんなの時と一緒で、うん、この範囲に塗っていきます。なんかあれよ、白だよ。ベースとなるこの白色を塗っていきたいと思います。はい。じゃあ。今塗った白の上に、うん、ラメ感のあるねアイシャドウを重ね塗りしようと思います。はーい、これ塗ることによってね結構ツヤツヤキラキラな感じになるから、はい、ゆりあちゃんっぽい感じになれるかな。ゆりあちゃんっぽくなってきた、うん、ラインストーンをつけていこうと思います。はい、目が完成しました。今度はチークつけたいと思います。チークが完成しました。チークはね、今回は少しコーラルオレンジっぽい元気のある感じの色味にしてみました。もちろんピンクとかでも可愛いと思います。はい、今度はリップです。でリップもチークと同じようにちょっとオレンジ系のものを塗ってみました。はい。ゆりあちゃんのねイメージのレインボーダイヤモンドにちょっと近づけるようにねキラキラさせた感じの目元にしてみました。はい。これでゆりあちゃんのお受賞は終わります。また見てくださいね。バイバーイ。